カットジョー1970年8月19日隊は、アメリカ合衆国のヒップホップ MC、音楽プロデューサーである。ニューヨーク州ニューヨーク市ブロンクス区出身、プエルトリコ系とキューバ系のハーフで、ラティのコミュニティを代表するラッパーである。1990年代に活躍した DITC のメンバー。名の通り巨漢であったが年齢とともに痩せてきている。 ファット・ジョー1970年8月19日、ファット・ジョーこと、ジョセ・アントニオ・カルタ・ヘナは、ニューヨーク市ブロンクス区で生まれ、プエルトリコ系とキューバ系の両親の下で育った。サウス・ブロンクスのモリサニア地区にある、公営住宅、ホレスト・ハウスに住んでいたファット・ジョーは、家族を養うために幼い頃から盗みを始めたが、いじめられっ子だった。ファット・ジョーダ・ギャングスタという芸名で、 ラップグループ DI,TC の一員として活動していたファットジョーは1993年にソロデビューアルバムリプレゼントをリリースしシングルフロージョーがビルボードホットラップソングスチャートで1位を獲得した。1995年2作目のスタジオアルバムゼラスワンズエンビーをリリースした。このアルバムでは KRS-1 と共演し、 ダイヤモンド D がプロデュースを担当している。ある日、スタジオで、アルバムの制作をしていたファットジョーは、偶然にも尊敬している、LL クール J が別室で、シングル、アイショットヤーのリミックスバージョンを制作しているのを発見する。ファットジョーは歓迎されて、バースを提供し、ホクシー・ブラウン、キース・マーレイ、モブ・ディープのプロディジーと共演することとなった。このトラックは、 ジョーのキャリアのハイライトの一つとされている。1998年、アトランティックレコードから3作目のアルバム、ダンカルタヘナをリリースし、ベイビルボード200で7位を記録し、アメリカでゴールドディスクの認定を受けた。このアルバム内で、ビッグパン、キューバン・リンク、トリプル・セーズ、プロスペクト、アルマゲドン、レミー・マーなどを擁する自身のグループ、テラースクワットをデビューさせた。2001年、 4作目のアルバム、ジェラス・ワンズ・スティル・エンビーをリリースし、RIAA からプラチナ認定を受けた。アルバムには、アシャンティ、ジャルール、ノリ、バスタ・ライムズ、ピート・パブロ、MOP、ルュダクリス、R ・ケリー、ブジュ・バントンなどのスターが勢ぞろいしている。アルバムからのシングル、What's Love は、全米2位にヒットとなった。2002年後半、5作目のアルバム、ロイヤルティをリリースする。 2004年、テラースクワットとのアルバム、トゥルーストーリーをリリースし、収録曲、リーンバックが全米ナンバーワンヒットを記録する。2005年、6作目のアルバム、オール・オア・ナッシングをリリースする。2006年、バージン・レコードと契約し、7作目のアルバム、メ、マイセルフア,アイをリリースした。2008年3月11日、8作目のアルバム、 ザイレファント・イン・ザ・ルームを、キャピトルレコードとテラースクワットの一部門である、インペリアルレコードからリリースした。2009年6月、9作目のアルバム、JOSE2 がリリースされた。2010年7月27日、E1 ミュージックとレコード契約を結び、10作目のアルバム、ザ・ダークスイードボリューム1をリリースした。2011年10月19日、ミックステープ。 ザ・ダーク・スイドボリューム2をリリースする。2013年8月26日、ミックステーブ、ザ・ダーク・スイドボリューム3をリリースした。2017年2月17日、レミー・マートのジョイントアルバム、プラタ・オープロモをリリースする。アルバムからの楽曲、All t h ェ w アッ Up は、第59回グラミー賞の最優秀ラップパフォーマンス賞にノミネートされた。2019年12月6日、 ドレトのジョイントアルバム、ファミリータイズをリリースした。ファットジョーファットジョーは、マイアミに住んでおり、結婚して3人の子供がいる。ファットジョーは、ニューヨークのブロンクスにある学校に、生徒たちのためにコンピューターを寄贈している。2011年1月23日、ファットジョーは、ミシェル・オバマの小児肥満に対するイニシアティブのイベントに、ニューワーク市長、コーリーブッカーとフィットネスの専門家、 ジェフ・ハル・ビーと共に登場した。1998年9月8日、ファット・ジョーとビッグ・パンは、同年6月14日に、バットで男を殴り、男の金のチェーンを盗んだとして、暴行容疑で逮捕された。2002年5月12日、タイムズスクエアの BB キングス・ブルースクラブで、他の男と喧嘩したとの容疑で逮捕されたが、翌年1月10日に、容疑は取り下げられた。 ファット・ジョー2005年、ファット・ジョーの楽曲、マイ・ホーホーに反応して、ラッパーの50セントは、楽曲、ビッキー・バンクで、ファット・ジョーを攻撃した。ファット・ジョーは、その後、ニューヨークのヒップホップラジオ局、WQHT の電話インタビューで、50セントを、臆病者と呼んでいる。2005年の MTV ビデオ・ミュージック・アワードでは、ファット・ジョーが、警察の保護を受けた。 G ユニットのおかげで安心していると発言する。その直後、MTV がコマーシャルに切り替わると、50セントがジョーに暴言を吐き、ファットジョーが退場しようとしていたところに50セントがステージに飛び降り、一触即発の状況となった。2007年9月、ベッドの番組、ラップシティで50セントは、ファットジョーを臆病者だと非難したが、ファットジョーは、 この主張をナンセンスだと却下した。2008年1月、50セントは、サウスサイド2がというファットジョーのディストラックをリリースした。3月20日、ファットジョーのアルバム、ザ・エレファント・イン・ザ・ルームのレコード売り上げが発表された直後、50セントは、自身の YouTube アカウントを通じて、ファットジョーの葬式を撮影した動画を公開し挑発した。その後、50セントは、 ファットジョーのレコードセールスについて語り、ファットジョーのキャリアを終わらせた、自分のミックステープが、ファットジョーのアルバムを吹き飛ばしたと述べている。スタジオアルバムコラボレーティブアルバム。ありがとうございます。